海賊ラジオレッズ力船はい、大野聖太郎ですまあ、日中は暑いんですけれども、朝晩はどこか秋を感じさせるような、そんな季節に入ってまいりました、えー、昨日の埼玉スタジアムからのお帰りの時にも、そんな秋をかけら感じた方多かったんじゃないでしょうかさあ、 生太郎の海賊ラジオ、オニューチューブ、レッズ力ね特別執行。昨日、埼玉スタジアムで行われた、ルヴァンカップ準々決勝のセカンドレグ、ガンバ大阪戦を一緒に振り返って参りましょうえ。簡単に結果を言いますと、第2試合、セカンドレグ、リン戦ン2ゴール、シャルクが途中出場で1ゴール、オランダ組の活躍で3対0、 ファーストレグ、あの敵地のスイタで行われた試合もシャルクのゴールで1対0で勝っていますから合計4対0でウラーレッズは今回ルヴァンカップ準決勝進出を決めて対戦相手は横浜 F ・マリノスに決まりましたさあ、あと2つ勝ってまずは1つタイトルを重ねていきたいところでありますがまず試合後のマチェ・スコルジャ監督の え、コメント、レズブレスから入ってきていますから、そこからまとめています。マチェンはセットブレーから早い時間帯に点を取ることができました。前坂正人コーチが、セットブレー担当ですが、彼は、懸命に準備をしていて、それが実現できた。とても嬉しい。で、後半も、ゲームコントロールをしようと思ったんだけれども、相手のジバリ選手が、シュートを外したシーン、 あれは幸運だったと思います。確かにね。あれは、修作さんが本当に体投げ出して、シュートコースを断ち切ってくれた。そしてその、修作さんの気合に負けたかのように、ジェバリが吹かしてしまいましたから、あれ入っていたらどうなっていたかわからない。まあ、マチェがベンチで肝を冷やした場面ですよね。それから、マチエ・スコルチャ監督は、 リンセンマ・レックスも、シャルクのことですね、リンセンマ・レックスもシーズンのこの時期にクオリティを見せることができて、とても良かったと思っています。ゴールを上げたこの二人を褒めたたえました。さらに、この部分だろうと思うんですがね、ハイプレースの改善、第一戦の後に行ってきました。相手のビルドアップの時に、 リンセンと順平が相手のアンカーを任された山本勇希選手のところをケアする形にしました。同時に、両ウィングのヨシと高関根タカがより高いところに出てプレースをかける形にしましたが、特にヨシが相手からのボールを奪う場面が 多かったと思います。とても吉尾は良くなっています。5シーズン前半、ボールロストが目立っていましたが、その部分もとても良くなっています。今回のこの試合、吉尾は守備のところも素晴らしかったと思います。これとてもよくわかる。マチエ・スコルジャ監督が目指すサッカーの一辺ですよね。だから昨日は形として、 まあ、林先ワントップでトップ下が淳平のような形だったんですが、テレビで見ている限り、どうもツートップのような形で、で、安井海斗がちょっと前に目に上がってまいりますから、どちらかというと、両ウィングと真ん中をケアしたのは安井海斗かなと思ったんですがね、よく順平も林先もボールを追っていましたよ。両サイドのウィングの関根と小泉の働きは言うまでもありません。これが今の 町へが目指しているサッカーの一端だろうと思うんですが、それが勝利という形で実現できたことが素晴らしいと思います。実はね、この試合は1試合目が金賞差の1対0の折り返しでしょうまあ1試合目前半と例えるならば、いわゆる2試合目、これは後半ですよね。ただね、1対0リードでホームのスタートとなると、やっぱり勇気づけられるのは、 チームですよ。マチェはその部分も会見の中で非常に大きな力になっていると、最初の魅力を改めて語っておりましたが、ただね、問題は今、勝利で一瞬忘れていますが、次から次に報告される怪我人の話です。これどう対応するかです。で、今回、マチェはこういった形の 組み合わせでやってまいりましたそしてサブはこういう形です順平が2試合連続の先発ですで、今回リンセン近くにいますただ驚いたのはリンセンの先発です去年フットボール本部が胸張って獲得したリンセンとシャルクのオランダ組そろそろ答えを出さなくてはいけない 時期に入ってまいりました。で、町江が言った早い時間帯のコーナーキックからのゴールはこの部分。8分です。岩尾健が蹴ったボールに合わせたのは林先でした。林先のヘディングで先生です。ガンバーの岩波とかマリウスに守備の意識言っていた場面で、後ろからドンピシャのタイミングで飛び込んで、 多分これはトレーニングで繰り返しやってきたことではないですか。今の街へのトレーニング風景というのは、たまに公開練習があるぐらいで、あとは全部非公開でありますんで、我々知る由しがありませんが、多分これは繰り返しやってきたことではないかなと思います。そのぐらいドンピシャ、街への顔、富テレビのカメラが抜いていましたがね、してやったいの表情でしたから。 練習通りだったんだろうなと思いました。さあ、試合が終わった後、リンセンどう答えているか。これもレッズブレスからの報告。練習通り。自分がターゲットでした。岩尾選手からパーフェクトなボールが来ました。今日のようなコのナーキックからのゴールは、オランダで数多く決めていました。タイミングをしっかり しっかりと取ること、そこが大事。自分にとっては驚きじゃありません。じゃあ2点目の流れの中からのゴールについてはどうなのか。ここまでベンチスタートで起用されているんで、とても難しい時期でした。途中から入ると流れが激しくて難しくて、 今日はスタメンからのチャンスで、ここ最近ハードワークして今日のために準備はできていました。その中で2ゴール生まれて良かったです。こう答えております。ゴールシーンではなくて自分が非常に難しいシーズンを送りながらもモチベーションを切らすことがなかった。で、臨戦のモチベーションとコンディションが整った時に ドンピシャ先発で起用したチへの怪我んです。しっかりと一人一人の選手を見ているということでありますよね。ドンピシャでした。で、三点目。シャルクが後ろにいて、後ろにいるぞと叫んでました。まあオランダ語ですから。この二人だけに通じる言葉だったんでしょ フリーだったんでスルーしました。シャルクとゴールを重ねたことはすっごく嬉しい。シャルクはいいシュートを打てますから、オランダ組には特別なゴールですごく嬉しい夜でしたと、降臨戦は語っております。まあ、この試合通してね、裏図の特徴として挙げられるのは CK、FK、 コーナーキック、フリーキックのバリエーションの数多いというところじゃないかなと思うんですよ。あの、崩してね、流れの中でゴールが生まれれば、それは最高なんですが、相手もどうしてもスペースを与えてくれない、早めの守備に入るときがありますから、そういうときにはこういうコーナーキック、フリーキック、いろんな形で点を取れることが、最終的にはタイトルにつながっていくんだろうなと思って、まあ今回、 コーナーキックの1点だけだったんですが、その他コーナーキック、フリーキックでいろんな形を見せてもらって、結構私は楽しかったんですがね。さあ、町へが求めるハイライン、ハイプレスがとても効いた90分間でした。前半、秋元、岩波、マリウス、荻原のラインはかなり高かったでしょう。で、岩尾が攻守のつなぎ、これが弾けてましたよね。だから相棒のカイトが 前線にボールを持って上がる場面も何回かあったし、左の席に右の小泉のウィングの講師のあたる働き、先ほど町屋も褒めておりましたけれども、非常に気の利いたエネルギッシュなプレーがずーっと続きました。それでは、ルヴァンカップ2試合連続の先発で頑張りました17歳の早川淳平。チームとして共通意識がありましたから、 どうプレスをかけていくか意識しました。まず、守備から入りました。最低限の仕事しかできていないので、申し訳ない気持ちですけど、林選手とシャルク選手がゴールを決めてくれて、本当によかった。と、17歳は試合後、こう語っております。まあ、ここで、順平、行ってもいいかな っていうところが、何箇所かあったんだけれども、でも、共通意識の中で、11人の一人でプレーしている、っていうことの方を優先したんだったら、慌てることはないだろうと思いますね。で、ハーフタイムで、順平からシャルクに交代して、え、リニンセンとシャルクの組み合わせになって、で、ガンバも後半の頭から、 宇佐美を投入して、点を取りに行くぞと、明確に打ち出して、リスクを連れずに攻め込んでまいりました。で、冒頭のマチエスクルチャ監督の話にもありましたが、後半早々、アイフォワードのジェバリと修作さんが1対1になるという、絶望的な場面がありましたが、修作さんが体を投げ出して、シュートコースを狭めて、ジェバリが焦って、シュートを吹かして、 外してくれました。これ大きかった。ここで一点返されていると、一対一の同点になるわけで、ちょっと雲行きが怪しくなってきますよね。攻め立てられていたから、これ大きかったですよ。で、63分に、奥義の左足のワンタッチパスを、中央から臨戦が、この試合、二点目のゴール、鮮やか。これである意味、 ガンバの生きのれは止まったと言っても過言ではないと思います。3対0になりましたから、2試合合計でね。で、えー、交代は71分に秋元からショルツ、同じ時刻に吉尾から高橋俊樹、77分、二枚替え、岩尾から芝と、関根から補瀬官で、これで オセカンテとショルツもピッチに入ったから、マリウス、リンセン、シャルク含めると、5人の外国籍選手が同時にプレーするという、極めて珍しい風景を余裕の中で我々は見ることができました。で、86分、ダメ押し、シャルクのゴールです。これあの、簡単にスって行きたくないのはね、ショルツからね、前線にいいボールが入るんですよ。 得点決まる時って、売られずこの形多いですよ。マリウスも、イバラミも蹴れますからね。で、リンセンがそれスルーして、シャルクに渡って、シャルクの右足のシュート。相手ディフェンダーに当たってゴールに吸い込まれた場面であります。これで、スコア2試合合計4対0、ルバンカップ準決勝進出を決めました。じゃあ、サポーターのお便りです。出番が笑う。 久しぶりの複数得点で、ガンバを圧倒、準決勝に進出しました。エシュ n のプレイオフ除けば、あの岩尾選手の超ロングシュート以来の複数得点です。そうか、懐かしい。あの超ロングシュート以来か。いつも言ってみますが、シュートを打たなきゃゴールはない。臨戦シャルクコンディション良さそうなので、その調子を、 残り少なくなってきたリーグ戦で見せてもらいたい。さあ、次は、金曜、金 J の京都戦。今日の頑張、大阪戦のように、リンリン、シャ、で、複数得点、勝ちましょう。リンリン、シャか。いいねリン、シャ、シャでもいいな。はい。バブ1号。非常に素晴らしい試合でした。リンセン選手の復活の2ゴール。シャルク選手のオランダ人。 コンビで活躍してくれました。リンセン選手の得意のヘディングシュートや、2点目相手の股抜きのシュートも、これまでの苦労が少し報われて本当に良かった。シャルク選手のシュート力は、チームの一つの武器になるかもしれない。積極的に狙っていましたが、やはり狙うということが本当に大切ですよね。この2人の選手がリーグ戦でも、結果を出せるようになれば、優勝を狙う上でも、大きな戦力となります。 守備も2試合連続クリーンシートで締め出し最高の2年生になったのではないでしょうか。さあ次は鬼門のセミファイナル。横浜役マイナス相手にリーグ戦のリベンジをして過去とは違うところを見せてもらいたい。次の共闘戦もこの勢いを継続してまた勝ちましょう。というバブ1号です。 そうね、リーグ戦は、開幕2試合目で負けて。で、こちら、後半戦ホームで迎えた時には、内容良かったんだけれどもゴール決まらず、スコアレスドローですから。ここで、横浜 F マイノスを破って、ルァンの決勝に駒を進めれば、横浜 F マイノスとの今シーズンは、一勝一敗1枠となるわけですよね。そういった意味では、多分サボタの気持ちも、 グッと上がってくるんじゃないですかね。続いてジョンです。久しぶりの複数得点とクリーンシートによる勝利でルバンカップ準決勝進出。リンセン選手が先発起用に応える2ゴール。シャルク選手に続いてのゴールで嬉しい。1点目のリンセン選手の首の太さ、生かした強烈ヘッド。シャルク選手とリンセン選手のオランダコンビ。ここから、 頼んだよ。小泉選手の口調も良かった。以前よりもレベルアップした印象です。ここまでしたら、ルヴァンのタイトル取りましょう。そして、この2戦サブ組の活躍が大きかったんで、流星に流れが良くなってきました。次は近所への京都戦。ここも勝ちましょう。とジョンからです。赤いサンタクロースはこう言っております。 3対0で快勝、次のステージへ駒を進めました。何が嬉しいって、林ン選手の2ゴールですよ、そしてシャルク選手の2試合連続のゴール、前線の選手の駒不足やら、外国籍選手のチームへの貢献度不足の声も聞こえてはいましたが、ともかく嬉しい、マチエ監督もさぞかし喜んでいたのではないでしょうか、この先、けが人やスケジュール的に全員の力が必要になってきます。 これまで名前が上がっていない選手も必ずピッチでいいパフォーマンスを見せてくれると信じています。とても気分のいい朝を迎えていますという月曜日の赤い三択のそスの朝。アッパー10人です。最初は行ってきました。2試合合計4対0の解消で受験勝進出。久しぶりに気持ちのいい勝利です。臨戦らくの活躍はとても嬉しい。また船長。 岩波の存在、実に頼もしいですね。途中出場のショルツのミンサイドバックには驚きましたが、慣れないポジションでも素晴らしいプレーをしていました。これにより、ショルツ、マリウス、岩波、同時起用のオプションが増えたことがとても嬉しい。さあ、次を買って、国立に行きましょうというアッパー住人。ルヴァン、決勝は11月4日土曜、国立、 競技場ですさて、怪我人ですがね、大久保智明の怪我これ、軽いものではなくて、今月中にピーチに戻るのは難しいと言ってますから、10月半ばぐらいになるかな、あの来週病院に行ってもう一度検査して、どれぐらいかかるかっていうのが、はっきりすると、町は言っておりますから。あとは中島翔也、ルヴァンの,のファーストレグガンバ戦で、 ピッチに途中から立って、相手と、まあ、チャレンジという言葉を使いますが、ぶつかった時に筋肉痛めたんじゃないですかね。治療に入っています。大怪我でないことを願うばかりです。まだ、どのぐらいか、詳しい発表はありません。また、あの、夏に獲得した安倍浩樹ですが、復帰後、順調だそうで、町では、9月には浩樹は見られるかもしれない。そんな、 ああ、ニュアンスの話もしているんで、間もなく、え、態度メンバーに入ってくるかもしれません。まあ、ともかくね、サボタが色々注文つけている2列目なんですがね、ここに来て、キブレアの相次ぐリダスでね、かなり厳しい状況だと思っていたところに、今回、臨戦の大活躍、シャルク2試合連続のゴール、これがどういった形で違った可能性を見せてくれるのか、楽しみです。まあ、いつまでも、 最終ラインの修作さんを中心に、マリウス、シュルツ、岩波の頑張りだけのサッカーではね、明日が見えませんから。ただ、今回のこの勝利で、マチエ・スクルジャ監督はなんとなく自分たちが目指しているサッカーの明日が見えてきたんではないかな。そんな言葉が彼の会見の中で広い読みできますね。 サボターも多分、同じような感覚を持っているんじゃないですか。じゃあ今回は、ラモスさんに褒めていただこう。自分たちのサッカーをやれば怖いものなし。だんだん自分たちのサッカーが出来上がってきましたよね。それは多分町へも、途中経過として、しっかりと確信に近い状況になってきたんではないですか。 チャンネル登録よろしくね